宮本武史君、宮本君。本法案で、改正を予定する浮世絵禁止の規定について聞きます。浮世絵禁止の規定は1956年の地方自治法改正で規定をされております。自治行政局長にこの改正理由について、ご答弁いただけますか。吉川自治行政局長。お答えいたします。昭和31年の地方自治法改正におきまして、請負禁止の規定を設けた際の提案理由によりますと、改正の趣旨は地方議会は国会とは異なり、重要な契約や財産の取得等についても議決事項としており、その意味で当該団体に対して直接請負をする行為をやめて、議員としての活動の信用を高め、または執行への疑いをなくすこととしたものとされております。宮本君。そうなんですね。まさに、執行への疑いをなくすと、議員としての活動の信頼を高めるというものなんです。そこで今日の、これは資料は今日は配ってないですが、東京新聞でありますが、東京都江東区の指名競争入札をめぐる区議の斡旋収賄事件を受けて、区が議員らの要望や働きかけがあったことを記録する口利き記録制度の導入を検討しているという記事が載っておりました。ただこれ読んでおりますとね、あらゆる働きかけを記録する自治体でも不祥事は防ぎきれないと、岐阜市は18年度から市に寄せられる要望を毎年8000件以上も記録した、それでも19年に市発注工事の入札情報を職員が業者に漏らした、贈収賄事件が起きたと、これなかなか根絶なんてできてないわけですよね。でもしもこの状況の下で議員の請負を解禁し、また請負事業者が地方議員になれることになれば、本来行政による契約や取引行為を監視しチェックする役割を持つ議会の場において、請負事業者たる議員による地位利用や談合が横行することさえ懸念されると思うんですが、これは法案提案者、いかがですか。赤間次郎君。今、宮本委員の方から、各地方議会にあって、そのような事案というものがある中で、この今回の地方改正が、それを誘発するのではないかというご懸念が質問されたんだと思っております。今回の銀行人のいわゆる請負緩和というものでございますけれども、このことは、まず喫緊の課題である議員の内定不足に対応するものであり、いわゆるそうした議員、宮本先生、利権という言葉がどうか、それらを増やす、ということとなっていないこと、またこの後の議論にもあるかもしれませんが、いわゆる緩和する個人の請負の上限額というものは、十分低廉なものというふうになっておるものと考えております。以上です。委員長。宮本君。今回の改正のですね、出発点が、地方選挙での立候補者を、増やしたいという、こういうお話から始まっていることは上がっているんですよ。ただそこを変えれば、1956年のこの国会が改正をして、今回の規定を入れた、その立法趣旨に照らしてどうなのかということを見極めないとですね、全然別の問題ですから、全然別の請負の禁止ということと、立候補者を増やしたいということとは、いくらこちらの思いがあったとしても、56年の改正のこの趣旨がないがしろになっていいというもんじゃないんですよね。ですから、請負禁止の規定を緩和しても大丈夫だと、この規定が守られる担保があるのかと、これはどのように法案提案者は考えておられますか。奥野総一郎君。議員お尋ねの件でございますけれども、まず、この法案の目的が、多様な人材の確保と、それから議会運営の公正、事務執行の適正の確保の両面に見て、ふさわしい額を定めることが必要であるというふうに、上限額については考えているところであります。で、具体的にはですね、政令で定めることとしていますが、個人の企業の年間売上高の全国平均の2割程度の水準である300万円と規定することが、ひとまず適当であると考えているところでございます。これは、請負関係への関与は間接的な、議員が取締役等についている法人については、
全業務量の5割までの請負が認められていることを踏まえ、関与が直接的な個人にあってはそれよりも十分に低い水準に抑えようとするものであります。またですね、この後はご審議をいただく委員会決議案においてはですね、議員の職務執行の公正適正を損なうこととならないよう、各地方公共団体において議員個人による請負の状況の透明性を確保するための対応について、政府が必要に応じて適切な助言を行うことを明記する予定でございます。各自治体において必要に応じ議員個人の請負状況について公表等の措置が講じられるものというふうに理解しているところでございます。さらに問題が疑われる事案が起きた場合には、地方自治法127条に基づきまして議会が違反の有無を決定し、違反する旨が決定された場合には議員が失職するという厳しい措置もあるところでございます。以上によりですね、一定の歯止めがあるというふうに考えているところでございます。最後に本法はこの他にですね、多様な人材の確保のために立候補休暇制度についても、政府が雇用する労働者が容易に立候補することができるよう就業規則に定めることを促すこと、そしてさらには法制化、国制等についても含めて法制化について検討を加えることとしているところでございます。以上です。赤松次郎君。今、奥の委員の方からご説明、担保措置ということがございましたけれども、宮本先生の方、おそらく、56年改正への、いわゆる議員としての活動の信頼性を高め、また執行への疑いをなくすという重要な条文についてのコメントが欲しいんだろうというふうに思っております。地方自治法第92条の2の規定は、議会運営の公正な保障をするとともに、事務執行の適正を確保することを趣旨とするものであると認識をしており、本法案の改正というものが、その趣旨を変えようとするものでないことをご理解いただきたいというふうに思います。宮本君。なかなかそんな説明はつかんだろうと僕は思いながら聞いてるんですけどね、それは56年の改正時の先ほどの説明、その通りですよ。地方議会は重要な契約や財産の取得等も議決事項なんですね。だから議決する議員とその請負業者とが、これは一緒だと、それはさまざまな問題が生じるというのは当然のことであって、先ほど申し上げたように請負事業者たる議員による地位利用や談合が議会の内部で横行するという恐れがあると、私たちはそのことはどうしても拭えないと思っております。総務省に聞きますけれども、議員の兼業禁止規定の該当した事例ございますか。吉川自治行政局長。お答えいたします。総務省の調査では、地方自治法第92条の2に該当するとして議決により失職した近年の事例といたしまして、平成29年度に2件、平成28年度に3件となっております。はい、委員長。宮本君。やっぱりあるんですね。それは300万円以内という話も聞いておりますけれども、総務省のサンプル調査によりますと、小規模団体の請負の業務委託工事のうち8割が300万円超と、物品、役務調達の8割が年間発注300万円以下というふうに聞いております。つまり、物品、役務調達の大半が除外されることになります。8割方は除外されて、議員として、議会に出れることになると。これはですね、議員としての活動の信頼を高め、また執行への疑いをなくすという点では、懸念が生まれることは明瞭だと言わなければなりません。そうじゃないですかね、法案提案者。動議提出者、赤間次郎君。宮本委員のご懸念というものに対して、先ほど動議者、奥野委員の方からも、一定の担保というもの、これをしつらえ、また政令で規定する予定である請負の上限額、いわゆる300万、いわゆる個人事業主の総売上の2割という話でございますけれども、この水準というものは、非常に
定年であるということ、まあ、300万というふうに契約金額だけ聞くとでございますが、経費であるとか、その他を引くと、いわゆる利益という部分はさらに少ないものになる中にあって、そのことが議員が何かということのインセンティブにはならないものというふうに考えております。以上です。以上。宮本君、はい、時間が来ましたけれどもね、300万以下が物品や役務調達では8割を占めるわけですから、地方議員のなり手不足などを理由に不正腐敗防止のための規定を緩和することは断じて許されないということを申し上げて、私の質問を終わります。これにて発言は終わりました。お諮りいたします。地方自治法の一部を改正する法律案起草の件につきましては、お手元に配布の案を委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案と決するに賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よってそのように決しました。なお本法律案提出の手続き等につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。この際、赤間次郎君ほか4名から、自由民主党、立憲民主党無所属、日本維新の会、公明党および国民民主党無所属クラブの5派共同提案による地方議会における多様な人材の確保および地方議会のオンライン開催に関する件について、決議すべしとの動議が提出されております。提出者から趣旨の